転移事件によって失われたものは多い。自室に置いてあった数々のフィギュアやロクシーにもらった魔人語の教科書、さらに言えば俺はエリスの家庭教師という職をも失ってしまった。つまり無職だ。俺は仕事をしなきゃいけない。この世界では本気で生きるって決めだからな。そうしてやってきた初めてのハロワは地獄だった。え、ハロワじゃなくて冒険者ギルド？いいんだよ細けえことは。